朝倉みくるの朝倉みくるの朝倉みくるの皆様ごきげんよう。阿蘇田さん中村前蹴り終わった。スラムに行くこと困るです。前回大会で KO するって言って有言実行して、さらに相手は K1 の経験者にもかかわらず8秒で倒してやって、メガネ社長と申します。会社経営してまして、格闘技経験はゼロです。なんかオーディションの時に僕KO 勝ちしたじゃないですか。それまでなんか YouTube のチャット見てたら、はいはい出たメガネ君絶対やんちゃしてたから嘘だろうみたいなすごいコメントだったんですよ。でもいざ僕が KO 勝ちしたり、その後の本戦勝ったりとか、どんどん結構視聴者の見る目を変えてきてる実感もあるんで、今ね東京でホームレスしてるんですよね。ブレイキングドリーム、これを絶対に見たいから。彼がボクシング経験かなり8年ぐらいでしたっけあるって言ってたんですけど、前回の試合とか見させていただいて、負ける気はしなかったんで、負け戦だけは僕嫌なんで。メガネ君ね、大して強くねえのにすげえ張り切っててめちゃくちゃ気持ち悪い。10代の頃やんちゃしてたとか言ってっけど、そっからどう見てもお前芋だろ。その元々やんちゃだったってエビデンスは、なんか今回ぐらいから昔の写真とか煽り部位にちょっと出してもいいかなと思ってて、前回断ったんですけど。彼自身もそのスラム街とか結構ストーリー立てて話してますけど、実際そのスラム街でどれだけ苦しい思いしたかってエビデンスないじゃないですか。いつ、ね、日本に来たか分かんないですけど、地方で普通にくすぶってた人でしょっていう印象なんで、なんか深みがないですよね。おめえ前回大会勝ったかもしれねえけど、たまたままぐれで勝ってんだよ。せいぜい頑張れよザコが、楽しみにしてあるわ。僕が勝ったら面接からですけど、うちの会社に入れてあげてもいいんで、もし生活困ったら言ってきてください。メガネ社長、そして青いグローブがカマルです。カマルはボクシングの経験があります。メガネ、さあ試合が始まりました。お互い蹴りから入ってきた。距離を詰めていく。強烈なローキック出てきました。カマル、いやミクルさん、メガネ社長蹴りが走ってますね。そうですね。右ストレート当たってない。ミドル、はい、左で返した。左右のパンチ、カマル。ローキックスリップです。左パンチに合わせてきました。右ミドル、ミドル嫌がってますね。そうですね。いやユーゴさん、本当にメガネ社長の蹴りがいい子をしてますよね。嫌がってるんでいいんじゃないですか。はい、どうする。近い距離、左カマル、右サウスポーで左出してきました。左ストレート、カマルはパンチで勝負です。もともとボクシングの経験がある。残り時間が少ない。さあ10秒を切ろうとしています。社長出ていけるか、時間がない。右のパンチから左カマル、ここでタイムストップ。時計が止められます。ミクルさん、これロームローですかね。ロームローですね。メガネ社長の蹴りがこれは急所に当たりました。一旦時計が止められます。でも残り5秒ぐらいしかないと思うんで、注意が与えられました。メガネ社長に注意です。残り時間がほとんどありません。どうだ。左出した。そして近い距離、ここでロング、試合終了。結構難しいですねこれ。ジャッジ山形、赤メガネ社長、以上判定2対1、メガネ社長の勝利。
判定は2対1メガネ社長の勝利となりました。メガネ社長全勝中じゃないですか。いやそうですよね、前回もね判定勝利を収めました。いやーすごいですね、足立のヤンキーですよね、うん、しっかりとこれ結果を残しました。いやでもこれね本当にあの違う人から来ましたけど、はい、足立区では知らない人いないぐらいマジで不良らしいですよ。あそうですか、はい、じゃあもう本当に足立区では恐れられてるという。そうそう、恐れられてるのかどうかは知らないですけど、その本当のヤンキーだったみたいですね。そう